わしは方資源、無理はしないで頑張るよ。民は疲弊しておる。劉備殿が立てば皆喜ぶじゃろう。その人徳はこの地まで広まってあるからの。ああそうさ、さすが甲冑殿は話が早いよ。盗賊攻めだなんだと嘆いておられるが、ここはわしらで劉備殿を担ぎ上げようぞ。門を開け、宝冠者は戦働きに参るぞ。さてと。いらっしゃ。もうじゃ、そんな理由かき回してやろうかね。よいしょ。もうじゃ、いらっしゃ。危ないよ。危ないよ。危ないよ、ポーリン。危ないよ、ポーリン。ポーリン、ポーリン。危ないよ。ポーリン、危ないよ。ポーリン、危ないよ。危ないよ。ポーリン、危ないよ。ポーリン、ポーリン。から守るために来てくれただ。万歳、劉備様、万歳。劉将殿、私は変な同情なんてするもんじゃないよ。いいかい。みんなお前さんの民になることを喜んでるんだ。それに応えるのも仁ってやつさ。守備よく言ったんだけどね。あっしの命の感情はちょいと見込みと違ったみたいだよ。そんな傷を受けていたのならば、そうと。劉備殿、ちょうどいいから言っとくよ。世の中には顔を隠してた方がいいこともあるのさ。お前さんはこの先何があっても仁の顔を崩すんじゃないよ。もうよい、わかった。もう話すな。
ああ、これが最後の説教さ。劉備殿、天まで羽ばたけないよ。劉備は戦の中で砲塔を失うも、劉璋を下し益州の地を得た。長い流浪の果て、ついに劉備は己の国を得たのである。そしてこれは諸葛亮の天下三分の計の完成をも意味した。劉備の職、曹操の義、孫権の語、乱世は定律の時代を迎える。2年後、曹操が長老を征討し、益州に連なる漢中の地を制する。劉備はその勢いを削ぐため、慶州返還を条件に孫権に連動を要請。孫権はこの要請を承諾し、曹魏が領する合肥へと進攻した。これに合わせ劉備も漢中攻略の軍を動かす。漢中の峰々を制し、葬儀攻略、果ては乱世終結への礎とする。劉備の大使を受け、新参の将馬超と馬岱も闘志をたぎらせる。老練なる甲胄も使命に燃えて定軍山へと向かった。